スマーボだよ。ダブリスです。ペコリ。みんな、この前はイベントへ遊びに来てくれてありがとう。みんなと会えてすっごく嬉しかったよ。ダブリスも話が聞きたいです。イベントでどんなことをしたです？みんなと一緒に歯磨きパトロールを歌ったよ。それに記念撮影もしたんだ。この写真は僕の宝物にするね。クマーバもみんなも素敵な笑顔です。ちゃんと保存しておくです。グッズも僕とお揃いだから、これから使ってくれると嬉しいな。すっかりみんなと仲良しです。またみんなと遊べるイベントを開くから待っててね。そんなたくさんのお友達から今回もたくさん質問が来てるです。リンともさんからの質問です。クマーバの将来の夢を教えてくださいです。リンともさん、ありがとう。みんな笑わないかな。きっと応援してくれるです。あのね、僕は宇宙飛行士になりたいんだ。宇宙へ行ってお星様に触ってみたくて。きっとキラキラしててすっごく綺麗なんだろうな。もしよかったらみんなの夢も教えてね。はいです。クマーバとタブリスが全力で応援するです。次は宇田川亜子さんからの質問です。クマーバの名前の由来は何です。宇田川亜子さん、ありがとう。由来って何？クマーバがクマーバという名前になった理由です。そういえばなんでだろう。ごめんなさい。またパパとママに聞いておくね。次はちくひめさんからです。早口言葉あたふたするクマーバがかわいいです。照れくさいけど、ちくひめさんありがとう。それじゃ今回もみんなの期待に応えるです。今回も早口言葉をやるです。ちょっと待って、まだ心の準備が。それじゃあ始めるです。赤タブリス、青タブリス、北タブリス、みんなも一緒に言ってみるです。せーの、赤タブリス、青タブリス、北タブリス。次はどうです？クマーバ、クマクマ、ニクマクマ、合わせてクマクマ、ミクマクマ。せーの、クマーバ、クマクマ、ニクマクマ、合わせてクマクマ、ミクマクマ。言えたー。クマーバすごいです。えへん、こっそり練習してたんだ。みんなからの挑戦も